こんにちは。今日はコンビニを場面設定したロールプレイを取り入れた日の授業をお見せします。コンビニです。コンビニ、コンビニ、これはおにぎり、おにぎり、これパン、パン、肉まん、うん、肉まん、肉まん、肉まん、水、コーヒー、コーヒー、コーヒー、紅茶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 。まず新しい単語の紹介です。これはおにぎり、これはパン、これは肉まん、肉まん、肉まん、これは水、コーヒー、コーヒー、これは紅茶、紅茶、紅茶、紅茶。コンビニでよく買うであろう商品を6つピックアップしました。うん、ミルクティーはミルクティー、ミルク、ミルクティー、ミルク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 ティー、ミルクティー。すでに知っている単語も多かったようなので単語の確認は早めに終わらせました。いくら、いくらですか？いくらですか？2万円です。いくらですか？200円です。200、いくらですか？そうそうそう、500円です。500、いくらですか？100円です。100、いくらですか？100、100、100、100、100、100、100。前日にいくらですか？何万円ですの形を学習していたので、それから派生する形で100円、何百円っていう形を教えました。100よりも万を先に出したのは、100円は300円、600円、ちょっとこう形が変わるものがある一方で、万はどれが先についても万なので、イレギュラーがない方を先に教えました。いくらですか？せーの、200円。200円です。この日は300とか600とか、形の変わるものはあえて触れずに100っていうのになれる日にしています。200円です。200円、いくらですか？せーの、500円です。いくらですか？せーの、100円です。一緒に何百円ですっていうのを練習しています。コンビニです。うん、でなんてかだよ、お願いします。いくらですか？あ、100円です。うん、うん、現金で、現金で、現金で、ありがとうございます。どうぞ、やります。いいですか？値段の聞き方はいろいろありますが、前日に習ったいくらですかを軸に進めるようにしています。いくらで、いくらですか？あ、100円です。あ、現金です。ありがとうございます。うん、いいですよ。じゃあもう一回やりましょう。いくらですか？うん、200円です。うん、現金です。うん、ありがとうございます。うん、ありがとう。じゃあ次、ケンダさん、ロブさん、ロールプレイの説明をします。ここで新しい表現、袋いりますかを教えました。袋いりますか？うん、袋いりますか？うん、うん、お願いします。お願いします。いりません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 。I've heard that a lot. あ、いりません。おぉ。袋？袋。いりますか？袋、いりますか？こちら？お願いします。お願いします。こちら？いりません。最初は定着するように2回ずつ練習を回しました。
準備したものはおもちゃのお金 と商品の写真と値段を書いた札です。おはようおはようございます。いくら、うん、いくらですか。うん、100円です。あ、カードで現金で、カード、うん、カードで、はい、わかりました。袋いりますか。あ、いくいりません。かしこまりました。ありがとうございます。袋いりますかも入れてロールプレイの再開です。最初流れができるまでは私が店員役を務めました。おはようございます。おはようございます。いくらですか。いくらですか。100円です。現金で。袋いりますか。あ、います。います。います。大丈夫。大丈夫。ありがとうございます。ありがとうございます。慣れてきたら店員役も生徒に務めてもらいました。ここでも最初定着するように2回ずつ回しました。